ネシア、マレーシア、シンガポール、フィリピン、タイなどの東南アジア諸国で広く食べられている串焼き料理。外見が日本の焼き鳥に似ているので、焼き鳥と訳される場合が多いが、鶏肉が使用される。さてアヤムの他に牛肉を使った。さてサピ、山用肉を使った。さて、カンビンなど他の肉でも作られる。日本の焼き鳥より小ぶりの場合が多い。 発祥は、インドネシアのジャワ島で、アラビアからの移民の料理を改良した料理と言われる。小さく切った鶏肉や、山用肉を、ケチャップマニスや食塩、コリアンダーなどの香辛料で作ったタレに漬け込み、串に刺して、炭火でじっくり焼いたもの。現地では、竹串ではなくヤシの木で作った串がよく使われ、また焼くのにも、ヤシ柄がよく使われる。 日本の焼き鳥と同じく大量の煙が出るので、現地では、家庭で作るよりも店で食べたり購入することの方が多く、店先や屋台で作られている。そのまま、あるいはピーナッツをすりつぶして作った甘めのソースを、かけて食べる。西スマトラのパダンでは、カレーソースをかけて食べる牛肉や、牛物のサテがある。国土の広いインドネシアでは地方により、数々のバリエーションがある。 その他に、水牛肉、うさぎ肉、豚肉、貝、蛇や水おとかげ、ビアは、ビラーナスサルバトールもサテとして食べる。ただし、売られているのは、鶏肉のものが圧倒的に多く、その次は、ヤギ肉で、他は少ない。マレーシアでも、鶏肉を中心としたサテは、代表的な料理の一つとされている。 このため、完成の航空書館に絵と作り方が書かれていたり、外交パーティーでも用意されるほどである。マレーシアでは、クトゥパと呼ばれるヤシの葉に包んだ米飯と、キュウリ、玉ねぎなどの付け合わせが一緒に出されることが多い。タイでは一般にサテというと、もっぱら豚肉を用いた、ムーサテを指すが、イスラム教徒の大石南部やバンコク首都圏などの、 大都市圏のイスラム教徒が多い地区では鶏肉を用いたガイサテが売られている。タイのサテのソースはソーストゥアと呼ばれ、インドネシアやマレーシアのものと同様にピーナッツを主原料としているが、これらに比べると甘みが強いのが特徴である。また、タイ北部ではカオマンガイの専門店でサイドメニューとして提供されることが多い。台湾や中国の福建省では、 大豆を加工した湯葉やおし豆腐を使った、さてを出す精進料理店もある。語源は、英語でステーキを意味する、ステーキだとも言われる。福建語の、味塊肉とする辞書もあるが、さてばなどの言い方が残っておらず、福建語では、スナチャとわざわざ翻訳していることから考えると疑わしい。福建語の辞書には、味塊説の存在を記しながら、 マレー語由来とするものがある。さてに使うタレ、もしくは、それを、中華風にアレンジしたソース、砂茶ビシオ、砂ビシオが、中国や台湾でよく売られており、本来の串焼き料理だけでなく、鍋料理、砂牛肉などの炒め物、麺料理などの中華料理にも応用されている。さて麺という麺料理が、香港や福建省のアモイ市などにある。香港の、さて麺は、 インスタントラーメンや、乾麺などを牛肉、エビ、干物などを使って作ったスープに入れ、さて風味で焼いたり、炒めたりした牛肉などの肉を乗せた麺料理を言う。出前一丁などのインスタントラーメンの、さて麺も売られている。福建省アモイ市周辺の、さて麺は、さてソースを溶かし込んだスープに生麺を茹でて入れ、アヒルの心臓、大腸、エビ、イカ、豚肉、 葉野菜など、茹でた好みの具を乗せた、麺料理である。この場合の、さてという言葉は、焼いた肉や、料理法を言うのではなく、さてに使う調味料という意味に変わっている。シンガポール航空のビジネスクラスで、前菜として提供されたさて。根月きよし、東南アジア丸かじり旅、ピアニッシも50から52、1998年、小学館、東京。 ISBN4 から09から 411131X 周長火事、周期おみ編、進化派貧難話視点、P1002002 年、中国社会科学出版社 ISBN7 から500435304バリセイ領主編、スナチャメン、中国社オチー創作院系ピアニッシも2482010年、賛成経済出版社、 再現 ISBN 978から7から807673002ありがとうございます。